オープンウォータースイミング。オープンウォータースイミング。英語、オープンウォータースイミングは、海、川、湖など、自然の水域で行われる、長距離の水泳競技である。国際水泳連盟が定める競技規則のもと、国際的に統一されたルールで行われる点で、遠泳とは異なる。オスと略される。世界や日本の有力選手には、競泳や、水球の経験者も多いが、 プールでの競泳競技と違い、早く泳ぐ技術だけでなく、天候、水温、気温、風光、潮流等、潮汐、海洋生物との接触、主にクラゲ、選手同士の接触、時には衝突など、競技中は外部から様々な影響を受けるため、危機管理も含め自然の中で泳ぐ経験や知識も必要となる。日本各地で5月から10月にかけて、 一般の人向けの大会が開催されている。オスは2008年北京オリンピックより 10km の距離で夏季オリンピック正式競技となった。また2016年の希望鏡岩手国体より 5km の距離で国体の正式種目となった。オスは日本では臨海学校などで古くから行われてきた演営と比べ、 自然環境の下で行われる点で似ているが、オスは競技規則にのっとり行われる競泳である点で、遠泳とは異なる。遠泳も参照。この他、オーシャンスイミングやラフウォータースイミングなどの故障を使っている大会や団体もあるが定着には至っていない。1980年代、国際水泳連盟がオープンウォーターにおける オーストラリアの水泳大会を基礎に競技規則を作成、整理して誕生した競技である。以降、ヨーロッパやアメリカ、オセアニア地域で様々な競技会が開催されるに至った。日本では1995年8月6日に静岡県熱海市で国内初のオスと銘打った大会が開かれ180人の一般水泳愛好者が参加し、現在も熱海オスとして 一般社団法人日本国際オープンウォータースイミング協会に引き継がれ毎年7月初旬の日曜日に開催されている2010年で第16回を数え翌年の1996年8月10日には本格的な競技大会として福岡国際オープンウォータースイミング競技大会が福岡市の大原海水浴場で開催されたこの競技会を 国内初のオス競技大会としている教本もある。21世紀に入り、競泳の長距離選手がトレーニングの一環として、オスに取り組むケースが増加した。このような選手を競泳とオスの二種目の A 社という意味で、デュアルスイマーと呼んでいる。デュアルスイマーの登場は、オスの 5km、10km 種目のスピード化につながった。国内では、 2012年ロンドン五輪で、木田博美、平井交渉が初めて日本代表に選出された。国際水泳連盟の定義によると、オスのうち最長1 0トル以下の距離を泳ぐものをロングリスタンススイミングと呼び、これに対して1 0トルを超えるものをマラソンスイミングという。世界水泳選手権では男女共に5トル、1 0トル。 2 5トルで競技が行われる。オリンピックでは1 0トルのみが行われる。1 0トルのタイムはトップ選手で2時間ほどである。市民レースは大半が5キロメートル以下であり、1 0トルを開催しているのは湘南オープンウォータースイミングなどがある。いずれの場合も2010年から国際水泳連盟が施行している水一規則で承認されたものを用いなければならない。 水着がすれて皮膚が痛むことがあるため、競技前に、ワセリンやラノリンの軟膏を塗る。また、日焼けを防ぐための日焼け止めもつける。しかし、競技会によって、ウェットスーツ着用の可否のばらつきがあり、また自然相手の競技であることから、気象条件により、選手が体を壊し命の危険にさらされるケースも、あった。そこで、国際水泳連盟は、 アメリカポーツマス大学の協力を得て科学的調査を行った結果として2017年から以下の競技ルールを導入した。これらを担保するためウェットスーツなどについても技術基準を設け国際水連が承認したものの着用を義務付ける部位を設置してコースを示す。世界選手権では1991年のパース大会から 夏季オリンピックでは2008年の北京大会以降、正式競技となった。ワールドシリーズやワールドカップもある。2006年からはパンパシフィック選手権でも正式競技種目の一つとなった。アジア競技大会では2014年まで採用されておらず、アジアビーチゲームズで競技種目の一つとして行われている。日本国内では、 日本水泳連盟の主催で、エリートレースの日本選手権水泳競技、大会オープンウォータースイミング競技が、東京都港区台場で行われている。また、5月から10月にかけて、各地で一般の選手が参加できる大会が、開催されている。日本水泳連盟が、オス検定を行っている。1から5級まである。それぞれ出場種目の目安として、1 0トル以下。 5km 以下、3km 以下、1.5km 以下、1km 以下が推奨されている。いろいろなテスト項目があるが、1級の場合、1500m 自由型を22分30秒以内で泳げて、400m 個人メドレーを歓迎できる必要がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。